そのテクニックを目の当たりに見て、やっぱり信じてやっていってもいいんだというね、確信みたいなものも持てたし、元気が出ましたね。おはようございます。おはようございます。今日は1月の12日ね、福岡講座初日に向かうとこなんですけど、だから時間が朝8時の10分ですよ、朝ごはんをいただきたいと思います。明太重ね、明太重に、これはつけ麺やな、つけ麺ですね、明太、ここは明太子屋さんの有名店よね。そうですね、朝からね、いただきます。いただきます。朝でもいけるね、行っちゃおうか、一気に。今日頑張れるね、めちゃめちゃ美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったです。よし、はい、じゃあ講座行きましょう。行きましょう。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。福岡講座、第2回の福岡講座の、初日でございます。はい、今日は6人ですね、6名の方お集まりいただいて、前回4名やったんですけど、で、2名増やしていただいて、講師も2名増えたということでね、ちょっとこの空間にはちょっとパンパンになりましたけど、まあ、学びはね、前回よりも確実に深くできると思いますんで、しっかり学んでください。はい、これ全員ね、皆さん、僕はもうあれなんですよ、知ってるんですよ、君たちは初めてですけどね、初めてです、ね、動画ではお会いしたことありますけどうん、ね、あのトップバッターで喋ってたでしょ、はい、動画で喋ってくださったでしょ、はい、ね、あ、だね、NG H さんで、いや、名前は大丈夫ですよ。あ、名前は大丈夫ですね、日浦さん、はい、なら、顔映さないように。どこから来たっていうのも、大丈夫、広島から日浦さんね、2回目、はい、日浦さん、今回2日連続ですもんね。はい、OK です、ありました。天野さん、はい、天野さんは福岡講座は来られてなかったんですけども、奈良の初回の合宿に奈良まで来てくださってるんですよ。めっちゃ覚えてます、はい、え、なんでブログで、あー、え、ブログします、はい、あ、僕のブログ、はい、うん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 、あとフェイスブックで、はい、いかついですよねもう離れないですねそうですよね、フェイスブックとかね、すごい SNS で、はい、結構コミュニケーションを取ってくださるんでね、はい、ね、頑張りましょう。で、青野さんも出していいですよね。あ、全然大丈夫です。ね、もう出てますもんね。出てますで、次、あつみさん大丈夫ですね、前回も出てますもんね、よろしくお願いします。で、ね、まず、なしで、お名前は F さんでいきましょうか。はい、わかりました、ありがとうございます。で、あ、全然 OK ですもんね、大島さんね。いや、違う、もうそうですね、カメラ大好きやから、もう大好きやから、カメラ向けたらもう寄ってくるから、大丈夫、それ大丈夫、大島さんお願いしますで、大島さんも前回来てくださってね、はい、で、ということで村本さん、村本さんも大丈夫ですね、ありがとうございます。で、皆さん、そう、天野さん以外の方は、前回の福岡講座からリピートしていただけたという感じで
てね、今6名でやっていきたいと思います。はい、はい、村本さん、その前回やってから、はい、そのなんか顎関節症なんか言ってたじゃないですか、はいはい、受講後何があったんですか。つるもみのお客さんの時に食いしばる癖があって、顎関節症ずっと患ってたんですけど、ならなくなったんですよ。おお、すごくない？受講した後から一度もガクガクならないです。普通に口が開くようになりました。力抜けてるんでしょうね。そうなんですよね、うん、力を入れる場所が違うので食いしばらなくなった。大島さん、どうなりました？あ、指が太くなる。ありがとうございます。そうですか、まあ、さてね、それぞれね、成果出されてると思うんで、さらにいきますよ。僕だって半年前から比べたらね、教えるスキルっていうのは上がってる自信がありますんで、もっともっと指導しちゃいますからね。もう、まあ、6時間後、見といてくださいよ。6時間後、さらにレベルアップさせますからね。はい、それでは一日よろしくお願いします。お願いします。綺麗にヒットすると分かりますね。そうですよね、スコーンって入ってきますね。いや、以前から代表が福岡の方は熱いセラピストが多いって聞いてたんですけど、やっぱ本当に熱い方が多くて、はい、でもとにかく楽しかったです。ただ東京とも違うし、うん、大阪とも違うし、うんうん、そうだね、はい、うん、ね、アットホームな感じ。また場所もね、やっぱ普段と全然違うんで、私たちもなんかこう新鮮な気分で、楽しくやることができました。ね、はい、みんないい人たちでしょ。面白いしね、本当にね。村本さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、はい、今回も、前回よりもっとパワーアップした講座になってきまして、とても勉強になりました。はい、明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、進化してました。はい、ありがとうございます。代表の絵も上達されてて分かりやすくなってました。そうでしたか。まあ、どんだけひどかったひどくはなかったんですけど、さらに、はい、そうなんですよ、みんな優しいんですよ。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は初めて、はい、
木村先生と新見先生に出会えて先生そのままでしょ。はい、そのままでした。動画そのままで初めて会った気がしなくてとてもありがとうございました。もう本当に詳しく、前回よりも全然パワーアップして本当詳しく学べて本当良かったです。やっぱ講師が増えるとまた違いますよね。はい、そうですね。はいはい、ありがとうございました。また明日も、はい、よろしくお願いします。そうだ、明日もね、はい、はい、2日連続頑張りましょう。天野さん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。さあ、僕はあの2年ぶりに講座に参加させていただいて、はい、実践で働くね、あの講師の皆さんにお会いできてものすごく嬉しかったし、そのテクニックを目の当たりに見て、うん、やっぱり信じてやっていってもいいんだというね、確信みたいなものを持てたし、元気が出ましたね。また明日からの施術にね、実際にどんどん使って頑張って やっていこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、細かいポイントをいろいろ教えていただいてとっても勉強になりました。明日も引き続き頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。そうね、疲れもね、はい、頑張りましょう。お疲れ様でした。去年っていうか、あの9月のですね、1回目のあれより、あの講習よりですね、やっぱ講師の方が増えたっていうのもあるし、内容の濃いものがまた勉強できたと思います。本当ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、キャプテン、お疲れ様です。どうもお疲れ様でした。はい、また今回参加させていただいて、はい、まあ、前回とは新たに違う部分の気づきとかいろいろいただきました。で、また先生方お二人も、ここであの一緒にできたというのがすごく収穫でもあり、ありがたかったなと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。